まずとりあえずこれぐらいやってみようっていうのは結構頑張った値段だよね。はい、どうぞ。こんにちは。はい、買い取りは来てます。同じ人が持ってきてくれるのが多いんですけど。これだよ。あ、でもこれじゃん。これだといいよ。こんにちは。本当ですか？はい、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 どうでした？はい、モザイクかけて。あ、はい、モザイク。あ、はじめまして。はじめまして。多分ネット調べて。あ、一部、一部ちゃん見たことある。あ、分かった。あ、そうなんですか。そうなんですか。あ、ネットの？あ、そうなんですか。一部長がネットで見たの。YouTube で聞いてるんですよ。あ、そうなんですか。何ですか。買いたい、買いたいさん。あ、でこれからピケに変わってくるもんね。そうです。やり取りした人はいないですか。はい、うちの会社とやり取りしたの。お電話させていただいたのが、お世話になります。あ、どうも。何度かお電話させていただきます。すいません、ちょっと目が忘れちゃったんですけど。どうぞ。申し訳ないです。ありがとうございます。これちょっとあの、はい、用途があったら、はい、まあ、材料古いやつとかあったらちょっと安くするとか考えるんで。はい、また。ありがとうございます。いただきます。申します。これ、ちょっと名刺がなくて申し訳ない。はい、いいんじゃん。ちょっと古いやつだよね。あらへんのアンチとかね。はい、あらへんだったらもしあれだったらまだいるんですか。材料は全然これから。そうですね。これからもう僕たちも解体やっていくにあたって。はい。まあ、とりあえず今解体は今メインじゃないですか。もともとは土木なんで。はい。ちょっと遠いですけど、うちの親はあのうちもレンタルもやり始めて、まだそれこそレンタルも第一部だ。まあ知り合い以外はあのちょっと相当確約にするんですよ。その代わりこれ僕ら材料ってそんなめっちゃ綺麗にしないですか。リース会社もピカピカに新品みたいにするんで、ちょっと格安にはいいですね。一発しかない。一発で十分だよ。どうか。だけどまあ落ちんだよ逆に。マジっすか。ほう、若い頃に。あ、ね、何足場系ですか。特殊とかも。おお、もう枠っすよね昔は。そう、見てた。そうっすよね。結構しのがったっすよね。しかもインパクトも使わせてくれる。そうですね、僕らの時代はそうでしたもんね。インパクト使ってるやつはおせえって言ってましたからね。ですよね。まあ、インパクトも昔でかかったし、まあ、弱かったですからね。12ボルトとかでしたもんね昔は。今のはモノがいいですから。そうですね。これ手すりだ、これ上のやつだけ下ろしときます。これ短いのだけ下ろしといたらいいんちゃう。ここ入れておきましょうか。これね、数確認しまったら、まあ、これ上のあれだけ抜いておきますわ。大体ですか。逆にこれがパッと飛んでいくから大丈夫だ。俺が余計なことしたばっかりにプラ飛んでったわ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、またお待ちしております。やだ、はい、お客様第1号。おいしい。ちょっと少ないね。そうですね、量は。量は少ない。はい、まあ、はい、大丈夫ですね。そうですね。あ、お友達は結構買ってくるんで、あの。はい。あ、なるか。はい。お願いします。お友達買って。はい、今、うち、チャンスだよね。はい。だから、この、今のやつ。ね、まあ、俺、せこいからさ、まあ、これ動画で使ってもいいんだ。いい扱い出しそうか。と思ったでしょ。ちょっと思いました。いや、本当、力出したさ、はい。そうそうそう。まあ、何も考えもんな。それも喜んでもらえるか。そうですね。第1号はしね、うんうん、そうですね。すごいよ、はい、これもう F 級品だよな。あちゃあちゃあちょっと、はい、B 級じゃないけど A 級品だよ。もう一個なんか黒いなんかアンチの古いやつ。グレーじゃん。グレーはちょっと重たい、はい、あ、でもこれじゃん。これだって横そうだ。これこういう風じゃん。これこういう風じゃん。これ一個前のやつじゃん。前のやつ。どう買取第一号来て。あれば、ね、あれ？もっと抜いてくるわ。嬉しいな。なんでお前がおったの？たまたま。うん、これ買ってくるんですよ。
あ、開いてたの。暇なの。いや、俺ちゃんと材料が変なやつでやらせたら失敗するんで、僕たちとか考えてもらおうけど。やったでもすごいね。どんな感じなの。買取来てる。あ、太陽当たるの嫌だ。あ、全然いいです。めっちゃ肌白いすごい。どうですか、ちょっと塗りすぎてるかもしれないです。おばに似つかわしいよ。美容なんか頑丈やん。肌横で見て大丈夫。日焼けで赤くなってないんだよ。あ、でも赤くなるタイプですね。ね、はい、めっちゃ茶色い。眉毛めっちゃ茶色いやん。はい、ちょっと、あんまりそんな、ちょっと、あ、無理で、ごめんなさい。無理でしょ。どうですか、買取事業は。はい。ぶっちゃけでも今からこれからもっと増えていけばいいなって思ってます。あ、はい、買取も結構来てる。買取は来てます。同じ人が持ってきてくれるのが多いですね。ん、今あ、同じ人が持ってきてくれるんだ。はいはい、何回もリピートしてくれる人が多いです。やっぱ買取が一番今は多いですね。多い。買取ってのは、はい、あの買ってください。そうです。あ、まあ、販売が来るといいね。だってこんだけもういいね。結構いいやろ。めちゃくちゃいいです、状態としては。これ状態としては相当いいよ。マジで本当に安いんだな。まあ、ネットでちょっと言えんぐらい。なんでいろんなところにも今聞いて出してますよ。はい、そこより下げてやっていこうか。だいぶ安いと思います。だいぶ安い。はい、なんか俺が言うより心配されるなあ。いやでも本当に顔見せたいな。見たい人は、見たい人はね、マジで見たい。中止だけど。はい、では皆さん、ちょっとまた買い取り、まあ、あんまり興味ない話かもしれんけど、まあでもこれ授業としてはまあ俺は面白いよね。で、まあ本当にもうほぼ責任者でやってくれてほしいね。もう俺のタッチで、まあ、相談だけは受けるけど、いろんなウェブページ作ったりとかね、いろんなこともやり始めて、販売、買い取り、リース、はい、リースも今ちょっと価格表の設定が、そうですね、だからまあちょっと変わっていく可能性もあるけど、まあ、まずとりあえずこれぐらいやってみようっていうのは結構頑張ったみたいだよね。はい、うん、まあそれ相談受けたけどね、はい、でまあ業界価格からは大幅に、その代わりまあ本当この状態で出すから、うちも、うん、その全部清掃してバリバリにし、でも現場俺ら職人やっとるんだから、うん、いいじゃん、はい、これもう機械でガーって洗浄かけて、もう新品みたいにリース会社のやつ切るじゃん。はい、ぜひまたあの問い合わせだけでも全然対応してますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームページじゃなくてウェブページみたいなのあるんだね。あります。貼ってあるんだね、概要欄にね。はい、貼ってある。貼ってあります。間違いないね。間違いないです。これ後でバーって言わんでいいね。大丈夫です。カロリー使わんでいいね。はい、はい、以上になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。